クルブリベルタはパラグアイの首都アスシオンのトゥジュクアチックに本拠地を置くスポーツクラブである。1905年7月30日創設。ガムラーロやロスリポリローズという愛称で知られている。サッカーチームはパラグアイで3番目に大きな成功を収めているクラブであるが常にオリンピアとセロポルテーヌという2大クラブの陰に隠れている。 コパリベルタドーレスでは1977年大会と2006年大会でベスト4に進出した。プロバスケットボールチームはパラグアイメトロポリタンバスケットボールリーグに所属し9回の優勝を数える。1905年に創設され1910年にプリメーラ・ディビシオンで初優勝した。コパリベルタドーレスでは2006年にベスト4進出2007年。 2010年、2011年、2012年にベスト8進出している。2006年シーズン、2007年シーズン、2008アペルトゥーラ、2008クラウスーラで4、シーズン連続優勝を果たした。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。